はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、はい、本日はですね、はい、またちょっと新たなアイテムを水沢くんがゲットしたということで、カチャタンよーん。まあそれを紹介していきましょうか。はい、お願いします。デデーン、メガドラミニーしたね。さあ、ミニシリーズがね、うん、まあミニファミコンから始まって、はい、どんどん出てますけども、これね、ミニファミ、ミニスーファミ、はい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 、買ってないのよ。あら、そうなの。うん、あ、ミニ系もしかして、これが初めて。あ、まあ、ジェネシスっていうあの海外のメガドラはあるけど。先に持ってたんかい、うん、で、今回はメガドライブミニ。はい、まあね、いろんなミニがね、まだまだ出ますけども。はい、さあ、こちらのメガドラミニですけども、さあ、後ろ見てみましょう、このラインナップ。これ見てよー、はい、映ってる？これ見えるかな、ちょっとね、多分出てるかな、見える、なんとなく、なんとなく、ね、こんだけ入ってると。ちょっとね、いや、気になったのが結構あんのよ。1本あたり160円だから70円ぐらいらしいよ。あー、なるほど。この個数だと、あ、いや、安いね、そう考えると、うん、ね、で、ダライアスとか、うん、やっぱその、普段ちょっと手に入りづらいゲームとかが結構手に入るというか、そうなのよ。そう、ストリートファイター2ダッシュプラスとかね、うん、結構こう普通のロムではもう売ってなかったりとか、うん、あんまりアーカイブ出てなかったりとかね。そう、うん、これもありますからね、アイラブミッキー&ドナルド不思議なマジックボックス。これとかはね、結構なんかこう、お、入るんだ、あ、入れれるんだみたいな、ね、そう確かに。こういうのがいっぱいあって。何やりたいかな。でもやっぱ他にないやつがいいよね。うん、ぷよぷよ2とかもさ、うん、まあ一応それこそスイッチで今、うん、スーファミで遊べるし、うん、っていう中でゴールデンアックスとかじゃない、そうなると。ゴールデンアックスとか、うん、はいはいはい。まあ、俺一番この中でアクションゲームで好きなガンスタなんだけど、うん、ガンスターヒーローズね。これマジ面白いんだよ。ベルトアクションは大体でもアーケードの移植だよね。うん、アーケード移植じゃないやつってあるのかな、むしろないかな。いや、ほぼヴァンパイアキラーもあるでしょ、だって。ロックマンメガワールドとかね。ああ、ロックマンメガワールドね、うん、とか、あとはまあさっきのもそうだし、レンタヒーローは、あ、レンタヒーロー、うん、レンタヒーローはね、うん、まあセガのね、歌ってるからね。誰が？三吉さん。知らないけど、レンタヒーローはでも前に、あれレンタヒーローだっけ、違うか、レンタヒーローじゃなくて、あのバーニングレンジャー、レンジャーか、この前見たの、うん、さあ、というわけで、ちょっとじゃあ本体を、実物を見てみましょう。実物を、これね、あのコントローラー2個のやつ買ってるから。ああ、2人で遊べるやつね。そう、嬉しいですね、それは。え、俺と一緒にここでやってもらう。いや、横で見て実況よ。なんで2個買ったコレクターじゃん、生粋の。あ、え、これ多分これに入ってんじゃねえかな、すごいな、多分違うかな、うわ、多分そうだよ。なんか運動会のメダルとか。うわ、ちっちゃ、ちっちゃいね。どんぐらいあった、メガドラってこんぐらい、本物は。うん、多分そんぐらいかな。それももうちょいちっちゃいぐらい。こんぐらいある。ちっちゃ、ちっちゃいね。いや、メガドライブいい、あ、すごくいい大きさだね。まあでも結局これって何ってさ、うん、飾りになるっていう。まあまあ置いとけるよね、ただただ。そう普通にこのこうカパカパすんのかな。カパ、あ、これ付属でね、うん、付属ではない、別売りで、うん、ミニカートリッジが売ってて。え、ソニックとかいろんな、あ、ついたら追加できるんだ。そう、自分で好きなタイトルをこうブスッてこう、拡張できちゃうわけだ。そういうね、遊び心もあるんですよ。なるほどね、うん、ちょっとやろうよ、はい、ちょっとこれ見てみたいですね。やろうよ、ちょっとやってる様を、じゃあやっていきましょう。ちょっと待って、ちょっと興奮しちゃった。いや、興奮しちゃったじゃないじゃん。興奮してね、思ったより口がね、動かなかったよ。なんかやった方がいいと思うけどね。そういうやつ、ボイトレみたいな、あ、え、いい、うみたいなさ、変わると思うよ。たまに出しちゃうんだよね。さあ、というわけで、はい、メガドライブミニつけましたけども、はい、音があれだね、セガ音源だね、うん、ほら、クレーンゲームとかでも流れるようなですけども、やっぱね、ちょっとね、僕もちろんゲームいっぱい遊んでましたけど、うん、やっぱ言うてマイナーが過ぎるゲーム、あのね、やっぱね、メガドラってね、持ってる人の方が少ないのよ、まあ、結局スーファミとかプレステの方がやっぱ多かった、まあ、スーファミが地元もそうでしょ、台頭してた時代だからね、うんうん、まだそのファミコン時代ってさ、まだいろんな他のゲーム機がこうなんか戦えてたけど、うん、やっぱスーファミでだいぶね、持ってかれた感じある。で、コントローラーが意外とちゃんと大きいというか、この誘惑おもろいんだよな、そんなにコントローラー。そう、そんなにミニになってないね、うん、うん、触ってみた感じ、
じゃあどれだけ、この誘惑マジ面白いんだよ。まあ、いろいろやりたいゲームありますけど、まあでもこれは西澤くんがね、もちろんあのセガ大好きですし、一回プヨ通しとこ一回ゲームの、あの、うん、なんつうのレスポンスを測る。そう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 。あ、いいね、周りのこの、うん、絵の感じ。一回プヨ通しよ。はい、こん。もうこれだってもう、うん、スーファミになると一緒だもんな。全然懐かしくないよくやってるもん、こんなん。中からで、で、こうして、こうの、こうの、こうの、あー、やばい。こうで、こうで、いいよ。ちょ、な、全然来ない。来た。よし、行け。マジ？おら。なかなか痛いね。あー。俺、高田先生に教わってるから。あ、高田先生に。うん。わざわざ、番組で。あとはもう、帰る。こっからはカエルです。あ、まずい。こっからはカエル。まだだ。カエルよ。まだだ、まだだ。カエルなのよ。一個ずつ俺は。こっからはカエルでいいのよ。こっからの技は教わってないから。そうするとこうやってなるわけ。マニ！こっからがカエルなわけ。あ、やべ、やった。いや。いや、もう。めちゃくちゃ納得いってない。経験2連鎖が痛いはずだよ、そこに。いやー、いやー、よっしゃー。3先だからね。3先かい。いや、そうでしょ。え、もともと2先？いや、100先よ。100先？聞いたことないけど。ぷよぷよは100先でしょ。あー、やった。いや、やってない、まだ。まだやってない。まだあるんだよ、これ。実は、実はね、これあるんだよ。あー、やった。やったわ。どうだ、くそ。ここで、いや、あれが来るの待つ。あれが来るのを待つ。あれ来た。で、こう。とりあえず、重めの2択、重めの2連。OK。で、あ、でも、ちょっと考えながらできるようになってるかも。あ、やべ、やった。まあ、あとはカエルだけど。あとはカエルなんですけど、あとはカエルではあるんだが、はい。でも、意外とね、いけ、全然考えてないな。やばいな。で、ここで、ここ。俺は黄色が欲しいんだけど、黄色が来るの。来てくれた。やってるよ、俺が。俺がやった。これさ、声ってやっぱさ、ハードル違うから。いや、同じじゃない。プレステ版のぷよぷよ2はもっといて、やったなーってなんかもっとこう棒読みじゃなかった。もうどうしようもないよ。え、そんなピンチ？ピンチ、こんなピンチちゃん。長いの消すよ。したら2連鎖になるわけ。あとは変える。もう自害だ。自害自害って考え、まあでもいいや。自害、うまい人やる。さっきね、いけるよ。もうくそ、組むのがめちゃくちゃ遅くなってる。昔もうちょっと早かったんだけどな。ああ、まあそこはね、やっぱ難しくなってますよ、そりゃ。こうの、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 こうの。あ、危ない。危なかった。あー、やだー。もうごめん。もう、おきみすしたよー。うせおきみすに対しての意見が。やばい。初の2連鎖来た。俺さんね、今までこんだけやって初の2連鎖出たから今。俺のじゃあ2連鎖。いや、もうまたおきミスした。これな、コントローラーダメじゃねえか。おい、お前が好きなんだから、なぜか。俺も好きだけど、お前が一番好きな感じでやれ、ちゃんと。あとはもう紫町、紫町、はい、紫来た、はい、ちょうどいいですね。はい、2ダブからの3連。あ、4行きたかった。クソ、ミスってた。いや、なんで、あれ。いやいや、ね、そんなにやってた。組んではいけない。俺3連してたのにな。あー、間違えた。いやー、紫は来ないんだけど。ちょっとこれはなんかおかしいな。なんだなんだ、もう文句言ってる。一作目に試し、試しぷよぷよで文句言ってるじゃん。なんかおかしいぞ。そうだよ、お前。はい、おかしいんですよ。あ、やばい、これは重いの来た。プレインダムとジュゲム、バイオエーン。これはね、
やられました。次回。あ、違う。次回。俺が倒した、俺が倒したわけじゃない。次回。逃げた。うん、さあ、今のやったなあ。あ、自然と今やったなあって入れたの。なんで？え、言われるじゃん。いて、やったなあのやった。いや、もうミスった。やり直そう。ダメ。それはなしよ。それはね、いいこなしよ。遅いんだろうな、俺これ組むのが。まず、うん、これ組むのが遅いんよ、俺は。まあでも、OK、いくぜ、ヘルファイア。ヘルファイア。これがね、痛えのよ、意外と。プロも引っかかるらしいからね、これ。この戦法。なんか言ってんな。この戦法ね、プロもね、効くんだって、プロも。プロにも効くのは効くってこと、人に。うん、いけー、ああ投げた。高田先生、ありがとう。よし、じゃあ決勝戦。いやいや、3よ。3よ。おお、3取って、いや、もうしかも全消しじゃん。全消しやめよう、全消しやめとこう。全消しやめとこう。じゃあもう、じゃあ、全ゼミね。いや、これだから、これもう脳幹ね。脳幹ね、はいはい。じゃあもうちょっともう、ほんと、泣きの1回。泣きの1回、泣きの1回だけど、うん、勝った方の勝ちにして。泣きの1回だけど。ひも男みたいな、涼しさだ。泣きの1回だけど、もう俺もう文句言わない。いや、もう勝った方の勝ちね。いい、やった。勝ったよ、もう。決まってからがね、この人怖いんよ。ガチるから。間違えた！おぉ、やったわ。最悪、もう、もういい、じゃあもう。やったからにはもういい。もうあとはもう考えない。難しいことは考えない。もうあとはもう普通にもうずーっと2連を。ずーっと2連で邪魔する。で、1連でも邪魔する。で、で、むずい！あれだな、その A が嫌なんで、その A が、その A が嫌なんで、いやもうその A が嫌だけど、俺は2連をするわけ、ここで。で、2連で邪魔するわけだけど、間に合ってる、まずい、ああ、暴発しろ、いやー、やばいな、それ止めらんねえんだよ、岩に子は。いやー、よし、くそー、梅原抜きと同じ負け方した。いや、わからんわからん、伝わんねえのよ。抜きさんが3連してさ、うん、3勝したのよ、うん、そしたらさ、誤差じゃないつって、うん、いや俺5連勝した。見た、それ見た。そう、どうですか、でもメガドラミニのぷよぷよ。まああんまり他のパワーと、これはね、これはね、これはね、いや、これはね、でもレスポンスいいね。うん、レスポンスいい、全然問題ないね、うん、なるほど、ちょっと本気にやりたい。うわー、出たモードでメニューに戻る。すごい決定音ね、聞いたことない。じゃあもう本当はやりたいの探して、ちょっと。いや、もうちょっとガンスタやろ。ガンスタやる。じゃあガンスターヒーローズ、ガンスターヒーローズね。いや、俺久々で操作も覚えてねえわ。で、俺やったことないわ。マジ？ガンスターヒーローズめちゃくちゃ面白いよ。だ、見たことある、このなんかパッケージは。本当、曲もいい。3歳だもん俺。実際4歳よ。うん、俺どれ使ったかな。何よ、何、どれって。ん、弾を8方向に打ち分けることができますが、うん、これ、うん、で勝手に打ってくれる。うん、あ、打ちながら移動することができる。俺これかな、打ちながら。うん、まあ俺も打ちながら、まあ、だよ。これもね、いっぱいあるのよ、能力が。そうね、あの、俺が変えてもね、説明始めちゃうから。この人じゃあ見てみて。じゃあ分かった、まず一つ目ね、一点集中連射弾のフォースです。うん、敵を貫通するライトニングです。敵を追尾する、あ、チェイサーね、うん、接近戦に強いファイヤー。あー、なるほど。俺はね、多分これが一番集中できると思う。あ、オッケー、俺これするわ、チェイサー。一点集中の、あ、ボスに強いやつね。何に使ってたの、ステージアウトじゃん。よし、原住民が敵軍に襲われてる、うん、急ぐのじゃん。青が封じてる。青が俺ね、うん、で、この C でジャンプで B でショット。そうで、ショットしながら動けて、チェイサーだから俺はもう動かさないのがいい。俺はもう、もう俺は俺の自キャラだけ。おい、びっくりした。え、急にラストアクション。いやー、押しちゃった、押しちゃった、変なとこ押しちゃったよ。変な押す、何押したの。 R？ あ、モードね。モード、モードボタン。何、今の背負い投げは何、知らないよ。なんか
何これ、おいちょちょちょ、俺ちょすごい胴上げよ、俺もう胴上げされてた。あ、これ撮れなかったっけ。何で撮るんだろう。撮れたっけ。あー、下 A か、下 C、うん、え、チェイサーとこれがつくの。あ、強い。チェイサーかつこの超能力。え、違うな、なんか変なとこ追ってるな。いつまでこれ撃ってんの、ちょっと。めちゃくちゃ懐かしい。ちょっと当たり判定が分からねえ。自分の攻撃判定は分かるけど、高校の頃めっちゃ友達とやったんだけどな、もう全然覚えてねえや。なんでずーっとこう下向いてんの。どうやったの。あ、お前投げんだ。どら取れねえじゃんこれ。わあ。ああ、そういうことか。これプル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 。気持ち悪い。何、あ、なんか気持ち悪い。これ的なの。え、あ、ライフって何、数値で書いてあるの。そういや、すごいこれ上のね、斬新。昔にしてはこっちの方がいいかな。チェイサーの方がいいわ。チェイサー、あ、じゃここは、あ、なるほどね、ごめん。何投げた。あ、いや、投げんのいいよ別に。これ何、俺な、何打ってんのこれ。これ上が HP、 ほら HP 出てんじゃん、ほら。待てる、うん、ナイス。いや、これ俺の銃、この、これ両方合わせてんのかな、ね、チェイサーとこの。そういうことじゃないかな。いや、でもどうだろうね。カットもすごい上行くんだよね。あ、で持ってるから持てないんだよ、もう今2つ。なるほど。え、そんなだったかな。ここはね、チェイサーよ。ここはチェイサー一択。いいよ。あー、いいね。いいでしょ。この、あ、ほら、こう掴んだりもできんだよ、これ。ほんとだ。結構アクションあるんだよ。ああ。まあ、セガだから、これセガだよね。セガ、うん、ちょっと言いづらいけど、コントラに似てる。コナミ、コナミよ、うん、コントラに。コントラ入ってなかったっけ。入ってないか。コントラはね、あれかな。うわー、 PC エンジン、 PC エンジンミニの方に。あ、やばいぞ、42でそんなに点滅すんの。取れ取れ。ちょっと取れねえの。取り方わかんない、下2回。し、上のボタンを、上の3つ。ああ、違う、取れないね。いや、落ちちゃったよ。 あ、また、ね、これ落ちちゃった。ちょっと待って。あ、取った。あ、どうやって取った。下 B、 下 B か。俺が取っちゃった。うわ、めっちゃなんか飛んでってる。ボスがね、強かったイメージあんだよな。すごいね、ミツバチみたいな足してんの。なんかそう、ダメージ性なのかさ、またさ、自分でダメージ食らってんのかわかんねえ。なに、なんかいっぱい乗ってないそれ。あー、取り替えてんのか。取り替えてる。はい、なるほど。ファイヤーいいな、ちょっとファイヤー欲しいな。それどうやって行くの、そっち。行けないの。いや、下に、下でジャンプじゃん。あー、ごめん。あ、なるほど。あー、こういうことか。じゃあ、富士進まない。チェイサー、チェイサーだ。あ、いいよ。おい、なんか俺どっちも同じようにしちゃった。あ、でもその代わりすげえ威力、すげえ威力ある。どっちもその一点集中にしたから。もう、あ、俺、あ、取ったのにない。あ、2つある、2つある。どっちも取っていいよ、俺92あるから。いって下 B な。そう、長ジャンがねえのか。上ジャンかジャンしかないね。で、下ジャンで乗り越える。もうガガ行くか前。いや、そうよ、止められんのよ、ね、あ、それ今、見探したいから。なんかすげえの言ってるの。で、ジャンプ完成があれなのか、あんのか。ジャンプ完成そのままなのか。ジャンプ中に方向転換できない、ね、うん、ボス is appear approaching spinning driver dragon punch。 え、急に適当。2000、3000ぐらいあるよ、HP。 うお、ほんとだ。いや、斬新だな、マジで。なんでこれ急にばあちゃんのキャラみたいな。よし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 よ。お前の身近、お前そうライトセーバー振り回してるじゃん。近距離用よ。あ、でも貫通するのか、壁とか。そう他、下のやつ任したいわ。あ、いけ、
弱そう。よしよし。わあ、いいね。くれ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 。あ、チェインサー俺もらっていい？くれくれくれ。もうないか、もう出ないか。俺もこれでいい。うわぁ !6 万の。音がね。13だよ、お前。やばいよ、もう。いや、だから助けてよ。いってぇ。チェイサーで頑張ってるけど。チェイサー倒してよ。俺じゃ倒して倒して。これがね、やっぱ、これが一番強いわ、やっぱ。これ、これいいよ、これいいよ。これめっちゃいい、これめっちゃいい。多分な。痛い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 。あ、でも12だ。12。いや、1しか食らわないから。8ね。8は1なんだ。これ、あ、来た！あ、痛い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 。ナイス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 。あ、危ねえ。31か、まだ。まだ赤いね。いや、こいつらは誰？いや、わわわわ、待って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 。危ない危ない危ない。敵じゃねえの。いけ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 。ワーニング！来た！ピンキーローダー。アクション。ヒットマンショット。アイロンナッコ。なに？あ、急に。急になんか作者みたいなできた。ああ、昭和の漫画の作者みたいなできた。大体やっぱこの女一人の男二人のロボット乗り ね、昔のアニメによくいる。ドロンジョ様とトンズラーとね、ボヤッキー。ドロンボー一回よ。これ超いい役だな、この一点集中プラスチェイサー。これ俺もう、俺自キャラだけ見てけんだもん、俺。まあね。あれでもダメ入ってるか、それ。今ね、あ、ここすら入る、ほら。ほら、結構。あ、DPS1 秒につき100入ってる。俺やばいな。あ、これダメージ。いやー、いやー、はめなくる。いけー、終わらせろー。いやー、終わらせろ。ずーっと。おー、ナイスナイスナイス。よしよしよし。スタートが出てくるの。ライト、なんだろう。よし、じゃあ全然負けた感出してない。あ、そんだ。俺の。もう、あ、見えてないか。ね。うん、もうなんか合体してる。気持ち悪いよ。あんな遊戯王のカードあったよ。はい、まあそんな感じ。なるほどね。はい、あ、でもね、いいね、やっぱり。このミニシリーズやると思うのが、うん、こうシンプルなプレイを楽しめるというか、うん、プレイ能力が見れるのがいいね。うん。もう音でね。うん。ベーン気になっちゃうかな。ちょっといろいろやりたいな。